発表ですね。発表というか、畑の大逆襲止まってるから、それがなんで止まったかっていうのと、説明していきましょうか。はい。はい。ということで、まず、久しぶりですね。久しぶりです。とりあえず帰国しました。久しぶり。久しぶり。まあ連絡ちょくちょく俺は取ってたんでね、久しぶりに2人一緒にいるってことは、まず海外、今日本にいます。はい、はい、畑の大逆襲を見てる方は分かると思うんですけど、ラトビアのクラブと契約して、なんか多分途中交代とかされてる映像とかで終わってたのかな。うん、そうだよね。でまあ、その後動画が上がんなくなったんですけど、まあそれで何があったかとかいうのをちょっと説明していこうかなと思いますね。はい。彼はまずラトビアの一部のダウガピルスっていうチームとプロ契約して、でデビューとか飾ってやってたんですけど、途中から出れなくなったんですよ、はい、いきなり。まあ俺も海外にいてそういう経験があって、まあ彼もその同じ問題というかにぶち当たったっていうかね、感じなんですけど、まあ俺もマルタの国にいた時に一部でやってた時があったんですけど、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、実力で絶対に、まあ、自分で評価するのもおかしかったりするんだけど、自分より能力とかパフォーマンスが劣ってるなっていう選手が自分の代わりに出て、でそれもその選手が現地人でまあ、監督との仲だったりスポンサーが連れてきた選手を優先で出さなかったりみたいな、そういった理由で俺ベンチにさせられて。でその時に俺契約を半年で切って、俺はその後ラトビアに行ったのね。でその後フルで1年出てインドネシアに行ったんだけど、でカイも今回最初出てたんだけど、なんか同じポジションかなんかになんかレジェンドみたいな選手がいたんだよね、そのチームの。あんまり使ってもらえなくなって、でそこで俺といろいろ相談して、でまあ試合に出てなかったから畑の大学生1回ストップしちゃったんだけど、もう多分このままやっても試合に出て経歴にもつかないんだったらあんまり意味もないし、そこでやってるね1年間。だから俺と相談して契約を解除しようって話になってね、そう契約が解除できたんで今日本に帰ってきたっていう感じだよね。はい。まあ多分俺同じ状況でしょ。そうね、だからその同じポジションのところに、まあ、クラブのリーグの記録を持ってる、出場記録を持ってる42歳くらいかな、42? くらいのおっさんが来て、でまあ全然走れないよね、だけどクラブのスポンサー集めのところだったりとか、そういうのも含めてやっぱり使わなきゃいけないっていうクラブの意向があって、23試合を出させてもらってて、そこから急にもうそいつを使うようになって、まあ本当にね、まあ言い訳とかに聞こえるかわかんないんですけど、でも本当にそういうのは実際にあるんで。でもネイマールなら出れてたんで、まあ確かにそれはね、ネイマールだったら出れてるけど、言い訳です。まあでも本当にそういうことが海外だとね、多分海外でやってる選手は経験してる方もいると思うんですけど、それに直面しちゃってね、一旦帰ってきてっていう感じで、でこれからはでもまだね、まあ彼の一個のね目標、夢っていうのがあったり。2人で話したりするんですけど、それを達成したい。まあサッカーってさ、いつかやめるじゃん、自分がもういいって思うまで。でもそれを持ってなくて、カイもまだやるっていうんで、まだやらせてくださいもう本当に応援してあげて、まだその再挑戦するんで、冬ぐらいかな、また違うチームにトライして、その夢を叶えるためにやっていくっていうふうに2人で今話してるんで。まあでもそれがさ、また今からじゃあちょっと日本にいたりすると思うんだけど、そこでじゃあ前十字切っちゃったり怪我しちゃったりってなったら、また夢目標っていうのは変わるから、それは全然そこに合わせて変えたり、何があるか分かんないから人生、いきなりお前が野球好きになって野球選手になりたいとか言い出す可能性もあるから、まあそう俺は何も本当に何でも応援するんで、野球のチャンネルとかになる可能性もちょっと冗談ですけど、そうまだやるってとりあえず今のところは決めたんで、冬まで日本でやっていくっていう感じですね。で国とかはまだ正直こってのは決まってなくて、またねそれは引き続き畑の大逆襲再スタートしたんで、見ていってもらえたらなっていう感じでね、よろしくお願いします。どうやったのか久しぶりの海外さやって通用した部分、なんかいろいろ感じたこと。そうだな、まずはやっぱりそのなんだろう、シーズン通して戦うっていうか、そのプレーシーズンからそういう風にチームとして戦うっていうのがやっぱ久々だった分、すごいワクワクと楽しかったし、そういった面ではもう本当にいい経験ができたじゃないけど、やっぱ日本にいた時、まあ、一応社会人リーグとかでやったけどさ、やっぱ自分が上に行けるとかさ、公式戦ガチでプロとしてやるっていうサッカーはまた全然違うよね。違う違う、そう全然。でもまあそれ感じたから、またなんか今回こういうことがあってもやりたいというか、諦めないというかっていう感じになったんだと思いますね。プレー面とか実際どうやったら、あとヨーロッパ一部強いチームともやったと思うし、短い時間の中でしかできなかったけど、結構個人的にはできたっていう感覚はあって、本当だからこそかな。そうだね、本当にやめられないでしょ。確かに確かに、これからもやっていきたいな。それなくなったらやめるもんね、多分。いや本当に自分が通用しないとか無理だなと思ったら、コンディション自分が上がってる状態でちゃんとシーズン通して戦って、これ俺できねえわっていうかあったら、俺本当にすぐやめれると思うし、多分やめるね。確かにそうだよね。だからラトビアのさ、上位クラブはやっぱ強かったでしょ。やれる選手とか結構いるよね。全然やれる、めちゃくちゃうまいと思うね。まあまだやめないでくださいよ。そうで、また冬にねチャレンジをするんですけど、まあ、それまでねまた日本にちょっとの期間いるんで、これからちょっとまた久しぶりに一緒にやりましょうよ、はい、やります。やっぱ甲斐のファンも甲斐のプレー見たい人もいっぱいいて、俺だけじゃ物足りないみたいでね。いてくれてるのか分かんないけど、いてよ。甲斐も帰ってきて、陸王たちもいるし、いろんな動画を上げていけたらなって思ってますね、で、甲斐は日本にいる間ね、社会人チームとかに多分またちょっと入ってやっていくと思うんですけど、まあそれもどこに入るかまあ全然決まってない。カラストは入りません。今僕のね、この間動画上げた社会人チームに熱烈オファーをしてるんですけどね。もう会うたびに言ってきてます。実はすごい選手また入りますから。ああそうですね、はい、本当に楽しみにしておいてください。楽しみにしておいてください、はい、もしかしたら甲斐も入るかもしれないし、まあでもいろんなね問題があって入るかは分からないんですけど、まあ、フットサルだったりいろんな企画で会話今後出していこうかなって思うんでね、まあ、YouTube の話になるけど、海外に冬また行ったら畑の大学習で海外の様子が見れると思うけど、今俺らがやっぱり一緒にいる間にできること期間っていうのも限られてるんでね、どっかの招待回、ちょっとこの後どっかいつか上がる動画上がると思うんですけど、なんか1対1の企画とか呼ばれてる映像とかも上がると思うんですけど、そういうの呼んでもらったりしてるんで、もっともっとね、コサルだったりなんかの賞金大会だったり、もうほんと何でもいいんで飛んでいくよ。飛んできます、僕たち飛んできます、行くんで、そういうののお誘いも待ってます。とりあえず僕、彼が海外に行く際に1対1やった時ボコられてるんで、ちょっとリベンジじゃないですけど、おかえり1対1やんなきゃなとは思ってますね。陸王たちともやんなきゃいけないな、まだ溜まってるな。まあ今回はね、一応まあ残念な帰国になってしまった形。残念じゃないです、ポジティブです。ですね。まあ彼がそう思ってるし、俺もそう思ってるんで。もうすべての理由があるんですよ。もう。まあ本当はいてさ、1年バンといてまた移籍っていうのがベストだったと思うんですけど、まあいろいろあって帰国して、でもその分その視聴者の皆さんはね、海外日本にいて俺らと一緒にサッカーやってる動画をまたちょっとの期間見れて、また畑の大学習見れたりすると思うので、そこもポジティブに捉えてもらって、その時その時できることを俺らはやっていこうと思うんで、引き続きね、応援、会のその今後のサッカー人生の応援と長篠チャンネル YouTube の応援、全部よろしくお願いします。じゃあまたすぐなんかの動画で会いましょう。バイバーイ。